ということで今回は生徒の家から7つの方法でダイヤモンドを盗んでいけ。よっしゃー、今日はダイヤモンドを大量にゲットしまったぜ。あ、ちょうどいいところに赤ちゃん帰ってきたね。へへへへへ、今日は大量にダイヤモンドゲットしまったからな、誰かに盗まれねえようにしっかりとチェストに入れたぜ。声でかいから全部聞こえてるんだよね。あ、来た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 。さ、家に侵入されねえようにしっかりと鍵をかけておくぜ。そうしたらもう一回ダイヤモンドを取りに行くぜ。はい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 、今がチャンス。誰、さっき赤ちゃんね、鍵をかけたって言ってたから多分入れないんだよね。一応、あー、やっぱり入れないな。でも大丈夫、今回は7つのアイテムを用意したからね、それを使えば赤ちゃんの家に侵入することができる。というわけでね、今からそのアイテムを取りに行きたいと思う。ね、あったあったあった、実はね、ここに扉が、つらいつらいつらい、はい、ここでね、隠してあるんだよね。さ、秘密基地に入って、ここにね、7つのアイテムが保管されてるから、じゃじゃーん、これがね、今回使っていくアイテムだね。それはね、今からこのアイテムを1個ずつ使って赤ちゃんの家に侵入していきたいと思う。それはね、最初に使っていくアイテムはこれ、はい、ジェットバッグだね。これを背中に装備すると自由に空を飛ぶことができる。はい、こんな感じだね。頭ぶつかってるけど、ダイヤを盗むのが面白そうだと思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。それはね、早速盗んでいこうかな。まずはこうやって、うわー、いいね、ジェットバッグだからね、こうやって自由自在に空が飛べると。さあ、一気にね、てか早いな、このジェットバッグ移動がめちゃくちゃ早い。はい、ということでね、正面の入り口は鍵がかかって入ることができないから、これね、煙突から侵入していきたいと思う。いった、ちょっとダメージを受けてしまったが、まあ問題はないかな。さあ、家の中に侵入してチェスト発見。中に、きたー、きた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 、いいね、大量にダイヤモンドあるよ。ということでね、ダイヤモンドを盗むことに成功した。それはね、あとは脱出するだけなんだけど、正面の入り口は鍵がかかってるから、ここからね、はい、煙突から出ていくと。さあ、そろそろね、赤ちゃんが帰ってくるんじゃないかな。待って、来た。さあ、ダイヤモンド取りに行こうと思ったらスルアシ忘れちまったよ。でもこの中に、おいおいおい、嘘だろ、俺のダイヤモンドどこ行ったんだ。さあ、俺のダイヤモンド盗んだやつ一体どこだ。あ、どうやら僕が盗んだってことはバレてないみたいだね。それでは次は2つ目のアイテムを使っていこうかな。おい、ミスターレッド、ミスターブルー、ちょっと来てくれ。あ、あれは他の生徒を呼んできたのか。何する気なんだろう。なあ、話って一体何なんだよ。いいからいいから、早く家に入ってくれ。実はさっきチェストに入れたダイヤモンドを誰かに盗まれちまったんだ。ほう、ってことは近くに泥棒がいるってことだな。だったら俺たちが見張っといてやるよ。あ、サンキューな二人とも。じゃあ俺はさっき手に入れたダイヤモンドをしっかりとチェストの中に入れて、よし、これで OK だ。二人とも、あとは任せたぜ。じゃあもう一回ダイヤを取りに来て。ちょうど今赤ちゃんがチェストにダイヤモンドを入れたみたいだからね。それでは二つ目のアイテムを使って今からダイヤモンドを盗んでいきたいと思う。でもね、その前にさっき手に入れたダイヤモンドをチェストの中に移してと。さあ、2つ目のアイテムはこれだ、ホッパーだね。はい、これを使ってね、今から赤ちゃんのチェストからダイヤモンドを盗んでいきたいと思う。それでね、今からダイヤモンドを盗んでいきたいと思う。ただね、今家の中に2人の見張りがいるからね、ちょっと気をつけないと。今のところ泥棒の気配はねえな。俺たちが見張ってるんだ、盗まれることはね。さーて、見つからないようにこっそりと近づいてね。あらららら、危ないね。でもチェストの位置は確か、あった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 、あそこにチェストがあるからね。さ、今からこのシャベルでね、地面を掘っていく。はい、チェスト見っけ。あとはね、チェストからこのホッパーをつなげていってチェストを置くと、はい、きたー、きた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 、ダイヤモンドがね、こうやって中に入ってくると。じゃあね、ちょっとスピードを早めたいから
もう一個ホッパーを接続して手に入るスピードを2倍にして、あーはー、来た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 、いいね、倍速。さあ、すべてのダイヤモンドを移し終わったね。あとはバレないようにホッパーを塞いで地面を塞いでいこう。よし、これで完璧と。あとはね、バレないうちにジェットパックで逃げていこう。よーし、オッケー。さあ、そろそろ赤ちゃんが帰ってくるんじゃないかな。ん、来た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 。へえ、ミスされた。何も異常はなかったか。安心しな、泥棒は来てねえよ。そうかそうか、ありがとな。じゃ、ダイヤモンド。え、おいおいおい、俺のダイヤモンドねえじゃねえか。おい、俺のダイヤモンド取ったろ。何言ってんだ、俺はダイヤモンドなんか取ってないぜ。とぼけるんじゃねえ。行って、おい、何すんだ赤ちゃん。この状況でお前ら以外に誰が盗むんだっつんだ。待て、誤解だ、俺たちは何も盗んでねえ。とぼけてんじゃねえ。ふぅ、どうやら2回目はね、バレていなかったようだ。それではね、さっき手に入れたダイヤモンドをチェストに移して、次は3つ目のアイテム、監視カメラを使っていきたいと思う。それではね、今から赤ちゃんの家に監視カメラを設置するんだけど、あ、待って、さっきね、鍵をかけずに出てったから、これ普通に入れるね。よし、じゃあどこに設置しようかな。あ、ここなんかいいんじゃないかな。さあ、監視カメラをセットしてリンクさせて、でね、あとはそうだな、あ、いいとこ見っけ。そうだな、この煙突の上にブロックをちょっとね、こうやって高く積み上げて、ここに監視カメラを設置すれば外の様子をね、確認することができる。そうしたらね、さっき設置したね、監視カメラの映像、この秘密基地からね、見ていきたいと思う。一つ目は、はい、赤ちゃんの家のね、室内だね。で、二つ目はね、この外の監視カメラだね。あー、いい感じ、バッチシ見える。なかなか赤ちゃん帰ってこないな。ん、待て、あー、来た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 よ、赤ちゃん帰ってきた。それではね、カメラ切り替えて、あ、来た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 、くそー、レッドとブルーのやつ、俺のダイヤモンドを盗みやがって。仕方ねえな、こうなったら俺のとっておきの場所にダイヤモンドを隠すしかねえようだな。え、待って、あんなところに隠しドアがある。いや、これはね、監視カメラなかったら気づかなかったね。ただね、隠してる場所が分かっちゃえば、あとはこっちがどうなんだよね。さあ、いったね、この煙突からもう一回入っていこう。ただ今夜だからね、しっかりバレないようにゆっくりと着地していこう。やった、へえ。さーて、赤ちゃんは今頃寝てるんじゃないかな。待て、赤ちゃん起きてるの、やばい。ああ、ミルク、ミルクよこせ。にゃんにゃんにゃんにゃ、あれ、寝ぼけてるのか。でもやばい、近い、俺はミルクが飲みてんだよ。ママー、ミルク、やばい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 、完全に寝ぼけてるからバレてないのか。あ、大丈夫そうかな、今寝たんじゃないかな。ちょっとね、足音を立てないようにゆっくりと進んでいこう。さて、あー、寝てる寝てる寝てる、赤ちゃん寝てるね。じゃ、その間にここに、すまない、あー、すごい、地下があるじゃないか。なるほどな、こんな壁の扉があったのか。じゃあ早速中に入っていこう。わ、どうなる中身は。お、おお、すげえ、こんなところに隠し部屋があったのか。いやー、これね、普通は気づかないね、監視カメラ様様って感じだね。さーて、チェストの中は。うわー、来た、いいねー、めちゃくちゃ入ってる。これもしかしてさっきより、さっきより入ってる。どんだけ赤ちゃんダイヤモンド見つけてきたんだ、すごいな。じゃあね、全部もらっちゃおう。うん、ありがとう。さ、一応ね、監視カメラで赤ちゃんの様子を確認していこう。どれどれ、あー、よく出た。じゃあ昨日のダイヤモンドでも確認しに行こうかな。待って、やばい、赤ちゃんこっち来る。どうしよう、これ鉢合わせになるよね。あ、ここに一度もう一個通路がある。こっから行けば
もしかするとバレないんじゃないか。赤ちゃんはちょうど反対側から降りてってるから。あ、レームタグが見えた。あっぶねー。もう少しでね、赤ちゃんにバレる。え、あー、こんなところに見えない隠し動画があったのか。はい、ということでね、さっき手に入れたダイヤモンドを一旦チェストに預けて、 OK。 それではね、赤ちゃんが今何してるか一旦監視カメラで確認を。ん、あれは建築が得意なミスター銀さんじゃないか。何やってるんだろう。ミスター銀さん、ちょっと聞いてくれよ。最近俺のダイヤモンドが立て続けに盗まれるんだ。それはかわいそうだな。よし、じゃあ俺が今からダイヤモンドが盗まれねえように金庫を作ってやろうさ。マジで？サンキューミスター兄さん。よし、ミスター赤ちゃん、金庫が完成したぜ。え、おお、すげえ。これが金庫か。しゃあ、あとは手に入れたダイヤモンドをチェストの中に移して。なるほど、盗まれないように金庫を作ったってわけか。あそこにダイヤモンド入れてるな。見ちゃったよ赤ちゃん。はい、ということでね、赤ちゃんたちは金庫を作ったようだけど、4つ目のアイテム、エンダーパール、これを使えばね、簡単に金庫を突破することができる。はい、ということでね、今金庫の前に到着したんだけど、これでエンダーパールを使えばレーザーをすり抜けてワープすることができる。すまないすまないすまない。はい、オッケー、簡単にねレーザーを突破することができた。というわけで、今からダイヤモンドを盗んでいきたいと思う。さて、どうだ。うわぁ、すげえ、すごいな赤ちゃん、また大量にダイヤモンドを集めてるじゃないか。オッケー、それまで、ね、全部。あ、待て、ちょっとね、多すぎて手持ちに入らないな。仕方ない、ちょっとね、いらないアイテムを捨てるか。というわけで、今からね、ここに穴を掘っていらないアイテムをね、埋めていきたいと思う。さて、手持ちの中でいらないアイテムはまずは土だね。で、監視カメラもう使わないからいいかな。あとはブロックを置いて、あれ、この花ってさ、どっちに置いてあったっけな。まあいいか、どっちでもバレないだろう。はい、ということでね、そろそろ赤ちゃんが帰ってくる時間だから、一旦ね、監視カメラで確認。ん、来た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 よ。はい、赤ちゃん来たね。あ、またダイヤモンド持ってる。いいね。さーて、赤ちゃんが金庫を確認する。へえ、またダイヤモンドゲットしまったよ。さーて、はは、はあ、なんでだよ、なんで俺のダイヤモンドまた盗まれてんだよ。あれ、なんだこれ、地面の色が変わってるな。しかも花の位置も変わってる。待て、赤ちゃんすごい細かいところに気づいてるな。あ、やばい、積もった。そこ掘られると、さっき捨てたアイテムが。あ、あ、なんだこのアイテム。あ、こいつは俺のアイテムじゃねえ。誰か、やっぱ泥棒がいるみてえだな。いやー、ちょっとね、油断したな。あれがバレるとは思わなかった。ん、あれはミスターマネー。俺最近ダイヤをやたら盗まれるんだが、どうしたらいいんだ。はあ、お前の家のセキュリティは甘すぎる。よって今から俺がお前の家のセキュリティを強化してやろう。まずはこのドアだ。なんかやってるな。ドアを壊して、え、待った、これ、なんかすごい頑丈な扉設置した。パスワード付きのドアを設置した。パスワードを知らない者はこの家に入ることはできない。サンキューな、ミサマネ。あとはなんかセキュリティを強化するところはあるか。そうだな、この煙突侵入される可能性がある。なんだなんだなんだ、今煙突になんか細工をしたよな。これで安心して寝れるだろう。助かったね、ミサマネ。はぁ、例には及ばない。では俺はこれにて失礼する。なるほど、ミスターマネーが家のセキュリティを強化したみたいだね。さて、赤ちゃんは何するかな。あ、あ、またまた地下に行ってね、アイテムを隠しに行ったね。それはね、セキュリティを強化したって言ってたから、ちょっとね、その強化具合をね見に行きたいと思う。ドアが
ああ、なるほど。パスワードがわからないと入れないタイプか。これは侵入は難しそうだな。でもこの煙突から入れば簡単にね。もう一回侵入。ああ、待った。なるほどね、煙突を閉じたのか。やるじゃないか。ってなったら5個目のアイテムの出番だね。はい、これで暗号解読機、これを使ってね、今からあのドアの扉を開けていきたいと思う。このね、暗号解読機はパスワードがなくてもね、無理やり扉をこじ開けることができる。さあ使ってすまない。あれ、エラーが出る。あ、よし、オッケー。さあ入って。オッケー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 。これはね、一定確率でドアのね、扉を開けることができるんだ。さーて、さっきミスター赤ちゃんが言ったのはこの下だよね。またダイヤモンド増えてるんじゃないの。さあ下に降りて隠して。うわあ、いいじゃん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 、きれい。ダイヤモンドの余るから、これね、全部もらっちゃおうかな。つまい、あざない、あざない。オッケー。さあ頭と、レギンスとブーツを設置して。いいね、ダイヤモンド装備ゲット。さあここにあるものはね、全部もらっちゃおうかな。それね、ジェスト、いいね。また大量にダイヤモンドがあると。さあここにもあるね、全部もらって。オッケー。5回目もバレずにゲットすることができたね。さあて、ちょっとね、一旦赤ちゃんの様子を見ていこう。来た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 よ来たよ。へえ、このパスワード付きのドアがあれば絶対に侵入されることはねえ。よっしゃ、ダイヤモンドを隠しに行くぜ。へへへへへ、今回も大量にダイヤモンドゲットしまったからな。今から保管しに行くぜ。さあてチェスト、ああ、俺のダイヤモンドアーマーが盗まれてる。きゃー、大量大量。ダイヤモンドもね、またゲットしたし、アーマーとかね、ブーツもゲットしちゃったからね。それはね、また赤ちゃんの様子をね、監視カメラで確認していきたいと思う。さて、誰か来たな。一緒に来たのはミスター赤ちゃんの友達のミスターバナナか。なあバナナ、最近俺の家に泥棒が入ってくるんだ。一体どうしたらいいんだ。泥棒が入ってくるならトラップを設置して泥棒を倒してしまえばいい。完成した。なんだミスターバナナ、この装置は。入り口の感圧板を踏むと弓矢が出てくる。それで泥棒を倒すことができるだろう。マジでミスターバナナ、サンキューな。じゃあこれでいい。俺のダイヤモンドが盗まれることはねえぜ。なるほど、弓矢装置か。だったらこの6個目のね、最強のシールドを使って弓矢トラップをかいくぐっていきたいと思う。いや、かっこいいなこの盾。それではね、早速家の前まで来て、一旦ね、暗号解読機で入って。はい、なるほど。弓矢をね、結構連射してくるけど、このダイヤモンドシールドがあればダメージを受けることはない。さあすり足でちょっと移動して、いや、一発当たってしまったが、なんとかね、突破することができた。さーて、加圧板を起こして、代わりにそうだな、赤ちゃんに地雷をセットしておいて、これを踏んだらね、大爆発する。というで、あとはこの装置な、ちょっと怖いから一旦壊しておいて。さっきね、赤ちゃんが地下に行ったから、またお宝がね、多分補充されてるんだよね。さあ、地下に行って、赤ちゃんはいないで。さあ、チェストとかに穴が入ってるかな。はい、来た。いいね、エメラルド大量あるよ。はい、ここにもね、ダイヤモンドとエメラルドあるね。さあ、こんなところかな。オッケー。そうしたらね、さっき設置した地雷のね、様子を見たいから、赤ちゃんが来るのを待っていこう。来た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 。さあ、監視カメラで、ね、ここに地雷があるから入ってきたら、うわっ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 。なんだ、急に爆発して、あっちあっちあっち、なんでこれ。よし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 、うまくいったようだね。いやー、ちょっとね、今んところうまくいきすぎてるね。さーて、もう一回監視カメラを。なんだ、赤ちゃんが。あれは天才のミスターブラック。なるほど、ダイヤを盗む泥棒がいると。ならばこういった何の変哲もないところに隠しておけばいいんですよ。ああ、すげー、ミスターブラック、こんなところにやったら絶対気づかねえよな。はい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 、なるほどね、そんなところに隠していたのか。アイテムを使っていきたいと思う。
これね、特殊なね、ゴーグルをつけると、はい、こうやってじゃじゃん、はい、今ね、このね、メガネをつけてると隠しドアを簡単に見つけることができるんだよね。さーて、確かミスターブラックが隠していたのはこっち方面だよね。さあ、どこかな、あるかな、あ、待って、はい、見つけた。こんな感じでね、見えちゃうんだよね、どこに隠されてるか。さあ、オープン、お、来たー、来た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 。さあ、で、こんだけ狙ってるかな。うわ、うわー、待って、すごい、てか、ダイヤモンド持ちすぎだろ。ネザライトもあるし、なんでこんな持ってんの。ちょっとね、一回じゃ盗みきれなかったから、はい、一旦隠して、もう一回で、あー、しまった、ミスター赤ちゃんにバレた。すまない先生、あんただったんですね、俺のダイヤモンドを盗んだのは。あ、いやー、違うんだ、これはミスターブラック、あれを貸してくれ。かしこまりました、こちらをどうぞ。え、おい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 、待った、それロケットになっちゃったよね。ちょっと待った、早まるな、話せばわかるから。うるせえ、俺のダイヤモンド返してもらうからな。待った待った待った、あげちゃん、最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。他の動画もよかったら見ていってくれ。